ールキーパーホセ・アウレリオ・スアレス、今日は3バックと予想しています。9試合ぶりのスタメンの海家、森光大、そして今シーズンの初スタメン初出場となりました青木。ダブルボランチは児玉とヒョン・リオ、右のウイングバックに田向、左に橋本、トップ下に柿谷、2トップ、前節決勝ゴールのブラウンの後杉森です。ゴールキーパー後藤、ディフェンス4バック右から河合、熊本、西村、吉田。ダブルブランチ、徳島県阿波市出身、古巣対決の小西とキャプテンの南、トップ下に国部、3トップ右から伊坂ゼイン、高橋、木田です。嫌だ、そらしてヘッドでクリア、ヒョンです。ヒョンのミドル、ディフレクション、触ってしかし枠は捉えられず、ね、ニアのところに柿谷がクリック でファーサイドこう狙いがありましたね。さあ今度は右サイドから伊坂善意、これうまいこと繋いでいきます。シュートが来た、うん、最後は国分、今早かったですね、スピーディーな攻撃、ラストは国分でした。大外、海家も外、ニアへのボールです。アバウトしてブラウンシュート、まだあります。森が相手に当てて再びコーナーキック、ファーサイドヘッドだ、捉えられない、最後ブラウンです。最後はブラウンのあのヘディング、迫力そして高さはありましたが枠の外でした。両ボランチは割合低いところにポジショニング、南のところからボール奪われません徳島。さあチャンスになったヒョン、ヒョンが持ち上がっていきます。さあヒョンだ、ブラウンドにパス、ブラウンドシュート、後藤がキャッチしました。いや決定でしたね、スライドやっぱ速いんで穴は見つけられないです。さあ高橋が裏抜け受けました。お、三角選手戻っていって国分のシュート、決まった。前半終了間際、国分今シーズンの初ゴールになります。山形先生、まあ、低くて速くて強いシュートですよね。まあ、少しこう手前のところでポジション率は高まっていたと思うんですけど、ああいうぐらいの抜け出しであったり、まあ、少し相手のディフェンスラインが高いタイミングで背後に抜け出し少なかったんでね。さあ海家は大外から中央へ、ただここはクリアしてミドルグラウンダー、最後はヒョンのミドルでした。あそこ時間があったんで、まあ、抑えることにしっかりとフォーカスもできていましたしね。こう離してワンタッチパス中央、これはクリアです。青木のクリア、そしてブラウンのは受けてミドルだ、おお、ポスト、惜しいシュートでした。さあチアゴアベス蹴ります、高いボールを選択、頭で迂回して回避、しかしミドル、ミドルシュート、橋本、すごいゴールが出た、橋本です。徳島追いつきました。74分ゴラッソです。移籍後初ゴール、逆サイドのネットですからね。いや左足のキックの精度素晴らしかったですね。体重も乗ってますし、まあ、強いボールが逆サイドのネットに行きましたね。そうですね、まあ、後半に関してはかなり押し込んでいるような時間帯も長かったですね、はい。スーパーミドルで追いつきましたから、はい、また奪いました。杉森です。中央ブラウン。いやチアゴアベス。ブラウン。ハイボールはパンチング。なんとか拾ったこと。高田折り返したボール。はい。シュート打っていく加藤。最後は左足でした。チアゴ・アウベスが蹴る、ニアへのボール、
そらしてこぼれて頭に押し込んで渡り渡りだ劇的なドラマが待っていました。再三コーナーキックのところはニアを狙ってるんですよね。ここも杉本が潰れてうまくクリックして最終的に渡るところにこぼれてくると思うんですけどもね、まあ、山形選手もうまくクリアしたかと思ったんですけども、さあしかし山形残されている時間わずか、試合終了です。徳島ついに勝ちました。徳島連勝逆転勝ち、ホーム6試合目ようやく掴んだ今シーズンのホーム初勝利です。